SFE 貿易の小谷です。本日はですね、弊社の系列の家具工場に来てます。で、今日ですね、ソファーの作り方っていう項目で話をしたいと思うんですね。で、ソファーはですね、どういうふうに作るかっていうのは、皆さん見たことはないと思うんですけども、現場どうやってるかちょっと説明させてもらいます。で、とりあえずですね、ソファーっていうのはやっぱりこう生地がね、重要なんですね。だから、大体こちらで作るときはどうするかといえば、生地見本を見て、作ります。で、生地見本というのはどういうものがあるかといえば、ちょっと今から映像で流すんですけどもね、ちょっと見ますよね。で、今映像で流れているようなこういうのたくさんの、ね、生地見本があります。で、生地見本の中から例えば、工場に来てですね、例えばお客さんが発注する際にどうするかといえば、この生地見本の中からお客さんが好きなね、生地を選んでいただきます。で、その生地を選んで、どういうふうなソファにするかデザインを決めて、ソファを作るわけですね。で、作り方によってはですね、安く作ったり高く作ったりする方法もあります。で、やっぱりその、生地の中でもですね、高級感がある生地とか、例えば、派手な生地とかですね、例えば落ち着いた生地とかって、たくさんの種類があるんですね。これ見ていただいたら分かるんですけど、すごい、数です。これだけ、他にももっとあるんですけどね。こういうなんかこう PVC 系統で、ソファー関係。こういうような、カラオケ屋さんとかね、例えばラブホテルとか、あと、店舗関係に使うようなね、ものです。これだけの種類がたくさんあって、その中から選びますね。じゃあそれでは、ちょっと工場をね、見に行きましょう。はい、ここはソファーのクッションを作ってるんですね。クッションはこういう感じで作ってます。職人さんがこう貼っていくんですね。これは今カラオケボックスですねのソファーのクッションを貼り付けてるんですね。外見みたいですね、あんまり綺麗な感じはしないんですけども、これをソファーを貼り付けることに、ソファーにこういうようなクッションを貼り付けて、その上に生地を貼り付けるんですね。そういう風にすることによって、綺麗なソファーが出来上がってきます。それではちょっと次は縫製部門を見に行きます。これは縫製ですね。皆さんこうミシンで塗ってます。で、大体ですね、生地を切ってカッティングして、ここでこういうような縫製しているわけです。で、特注にすべて対応するようにですね、こういうような職人さんが一つ一つ手作りで作っております。で、ここでちょうど生地をカッティングするんですね。で、こういうふうに、カットをして、ここに引き伸ばしてですね、で、型紙に合わせて切っていきます。で、それ切った紙をどうするかというと、切った生地をどうするかというと、ここで貼り合わせるんですね。こういうようなソファーに貼り合わせます。で、ソファーに貼り合わせて、こういうようなソファー作りをしてるんですね。職人さんがやってます。ソファーっていうのは結構ね、手間かかるものです。で、これ一つ一つ貼り付けて、生地を貼り付けてですね、ソファーの形するわけですね。で、完成品はどうなっていくかというと、こちら見に行きますと、ここにたくさんのね、ソファーのサンプルがあります。で、これはね、ここで作った商品っていうのは、店舗とかにも使われている、一般家庭向けにね、通信販売等で、作られた、販売されているね、ソファー等も作っております。結局ですね、ソファーっていうのは大体形、いろんな形もあるんですけども、カバーリングっていうですね、要はカバーを貼ることによって、このイメージが変わってしまいますね。で、大体形っていうのはね、いろんな形あるんですけども、ソファーでも座るもんですからね、そんな形の種類がたくさんあるわけでもないんですけども、こういうふうにですね、こう柄物の生地を貼り付けることによって、かなりイメージ変わります。これずーっと見ていただいてわかるんですね。で、そういうふうなたくさんのソファーの種類があります。これはね、ここで作って多くは日本へ輸出しました。皆さんもね、もし、中国でのソファー作りっていうのは非常に興味ございましたら、弊社にご連絡していただければ、このようなソファー作ります。これね、単品からでも作っておりますんで、どのようにしたら、オリジナル商品でもね、作ることは可能です。いろんなご質問等がございましたら、お問い合わせください。本日はね、ソファーの作り方、っていう話をしました。一番初めにね、生地の選定、その次に、デザインを決めて、工場ですね、皆さんが、木で形の枠を作る、その次に、クッションを貼り付ける、その上に、木でですね、布を貼り付けて、完成させるという形ですね。大体の流れを見て分かったと思いますんで、本日のブログはソファー作りというような話で行いました。以上です。